皆さんこんにちは、モスカクです。今回は4月2日に行われた天心ライズラストマッチの疑惑の判定について少し話したいと思います。今回のライズは神興行でしたね。今回の大会で個人的に印象に残った試合はレイノア VS カイトでした。カイト選手は6月のビッグイベントにの入り、正明選手と戦ってほしいです。それでは本題に入りましょう。天心ライズラストマッチの疑惑の判定について、試合を見てみると結構接戦な気もしましたが、正直あの判定は個人的に妥当だと思いました。確かに天心選手が効かされてる場面もありましたが、天心選手は2発ほどしかもらってないんですよね。風音選手は試合の終盤に結構押されていて危なかったようにも見えました。天心選手はカウンターもしっかり当てていましたし、まあ詳しいことはプロのジャッジにしかわからないですね。天心選手には6月にタケルと戦って勝ってほしいですね。こんなどうでもいい雑談を最後までご視聴してくださりありがとうございました。このチャンネルでは試合結果速報やオリジナル煽り V 格闘技ニュースを配信しています。チャンネル登録、通知オンにしてくださると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。